韓国にも海苔巻きがありますが、向こうではどのようなものを巻いて食べているのでしょうか。何やら韓国人が談話しているようです。少し覗いてみましょう。あえて言うと、中身のぼったくりがさらにムカつく。私は高くても美味しいものを食べたい主義だから、いくら安くても中身がぼったくりは本当に腹が立つ。海苔巻きに一体何を入れたらあんなに高くなるんだよ。中に入っているのがそのまま、量が多くて高いのではなく、最高級の材料を使っていて高いと聞いた。野菜は有機、お米は高級国産米、肉は国産韓牛、海苔も高級国産海苔、このような感じ。私は高くても美味しかったら大丈夫、高くて美味しくなければ許せないけど、美味しければ高くても構わない、どうせ分かって食べるんだから。だけど中身が不十分なのは我慢できない。どっちも狂ってるわ。15,000ウォン、あまりにも高い。あのぼったくりは何でしょうか。価格がぼったくりの方がいい。高くても美味しいのであれば、どちらかを選ぶなら価格がぼったくりの方を食べる。マジでムカつく。本当に虚しい笑いが出てくるね。両方とんでもない。15,000ウォン、むしろチキン食べるよ。ほうれん草、ぼったくり戦争。15,000ウォンもあれば近所の食堂で丼と海苔巻きを食べることができるのに、むしろ両方食べないで食堂に行くの。そうだ、海苔巻き天国に行こう。海苔巻き天国。海苔巻きだけでなく、韓国式ラーメン、トッポッキなどの軽食、キムチチゲなどの食事類をファーストフード感覚で食べられる場所。ぼったくり海苔巻き VS ぼったくり海苔巻きという言葉で笑った。あれを食べろと言って売れなんてひどい。両方食べないよ。以上、海外の反応。ご視聴ありがとうございました。